はい、皆さん、こんばんは。バット好きな俺の喫煙動画、久々にやっていきたいと思います。ですね、今回、今日買ったんですけど、DJ ミックス、シャグ、クローブ、と書いてあります。まあ、これは俺が好きなですね、ガラム、系列のタバコで、しかも手巻きのね、手巻きのクローブタバコということで。25g 入ってて、値段が、500円ぐらいですね。確か。メイドインドネシアということで。まあ、クローブタバコは基本的に、ね、インドネシア産になってます。なんか入ってる。よいしょ。お、クレテックタバコ用の紙巻きです。巻き紙ですか。本製品は、のり面がありませんので、ご了承ください。じゃあどうすればいいの。使用上のご注意。通常の巻き紙同様、端面を舐めて巻き上げる古典的な方法です。水分のみの接着なので、剥がれやすいのでご注意ください。あ、特徴。巻き紙に甘み成分が付けられていますって。はあ、すごいですね。巻き紙に甘み成分付けられてるって、初めて聞いた。すごいよ。こんな感じになってる。うわ、すっげえ、やっぱり、クローブの。香りが。なんか、メモ帳みたいになって、ビリビリってこう、ああ。メモ帳みたいですね。すごい。一応水分だけで接着できるの。ちょっと、それは驚きですけど。それでは、早速巻いていきたいと思います。久々だな。本当に。本製品は天然のクローブ、かっこ、長寿がブレンドされています。クローブタバコは、クローブはタバコに比べ比重が重いためパッケージ内で偏ってしまいます。開封後はタバコとクローブをよくかき混ぜてご使用ください。だそうです。なるほどね。こんな感じ。まあ、これは、見た感じあれですね。あれに似てる。なんだ。なんだっけ。昔買った。まあいいか。入っていこう。ドミンゴのフィルター。クローク。いやー、久々だな、でも。そんじゃ、巻いていきましょう。大丈夫か。
めっちゃ甘い。めっちゃ甘いです。てててててて、出来上がり。おぉ。ついてなくね？ものすごい全然くっついてない。そして唾液によってものすごいベタベタになってる。ひどい。よし。じゃあ吸っていきましょう。うん。おお。おお。ガラムだ、ガラム。うん。うん。割とガラムガラムしてるわ。まあ、ちょっと個人的に、このね、ペーパーがちょっとダメかなという感じはするんですけど、このペーパーは、ね、まあ、甘い。甘いペーパーなんで、まあ、そんなにないですよね。甘いペーパーなんてね。うん。乗り付けられてれば一番良かったんですけど、やっぱ甘いペーパーってことは、なんか乗り付けられない、なんか、あれがあるんでしょうね。理由かなんかが。うん。でも非常に甘かったんで。うん。で、こう、吸うときにも、やっぱね、甘さがないとね。この甘さがまたいいんですよ。口の中でこう、ダイレクトに甘さが加わって、良さがあるんですよね。ガラムの。うん、これ美味しい。これ美味しいぞ。ガラム好きの俺としては非常に美味しい。ちなみにね、このクローブシャグなんですが、確か複数あった気がする。まあ、メンソールバージョンもありますね。まあ、普通に売ってたんですけど。あ、値段1個560円だって。これ560円ですね。あ、そう、今日、ガラム買ったんですけど、どうやらあれ、値上げするらしいですね。ガラム。ガラムのタバコが、値上げするらしいです。20円だか40円だか上がるとかって聞きましたね。今400円なんですけど、それから20円だか40円だか上がるって、話を聞きました。うん、ちょっと残念。あ、そっちの方の、ね、なんか高騰してるらしいんで、材料が。うん。だから、らしいですよ。ガラム。
普段から。これですね。ガラムスーリア。マイルド。うん。こちらが、値上げすると。あれ、メンソールだけだったかな？確か他にもあった気がするんだよな。気のせいだった。あれか、勘違いかな。ガラム系列の手巻きがもうちょっとあった気がしたんだけど。多分気のせいだな。ん？あ、違う。あった。ガンドゥン。ガンドゥンアロマ。アロマクローブって。30g で680円のやつがありますね。インドネシアの。クローブエキスによる甘く深くまろやかな味わいが特徴って。あ、これありますね。ガンドゥン。変わった名前のものですが。だから全部で手巻きだと3種類あるということになります。うん。ということです。はい。めっちゃ煙出てますけどね。ガラムスーリア、値上げ。バラム値上げちゃんか。バラム値上げ。ググります。9月からバラムが値上げです。20円。ガラムスーリアマイルド20円プラス。420円になると。で、さらに、ガラムメンソールも20円。で、ガラムヌサンタラマイルドも20円。メンソールも20円。シグネチャーマイルドも20円。メンストロも20円と。ガラムスーリアマイルド缶入りが1100円から1150円。50円プラスですね。あらー。ガラム系列全部値上げ。全部というかまあ、全部というかまあ、大半値上げという感じでしょうか。はい。残念でならない。あれ、マッチョクローブ。あ、マッチョクローブなんてまだな、あんのか、これ。俺が前買ったタバコですね。マッチョクローブ。これも値上げ。というか、これまだ売ってるのかな。リアルに。見たことないな。こんなん普通に売ってるところあるのか。うん。ということで、そうですね。美味しい。うん。これ美味しいんですが、まあでも美味しい。うん。まあ美味しいですね。ただやっぱり、ちょっと、この巻き紙がちょっとね、ね、くっつかないのが、ちょっときついな、とは思ったんですが、まあ、まあ、それもそれで味なのかな、という感じでしょうかね。ちょっともう一本酢を、もう一本作ります。うん。ちゃんと甘さもね、あるっていう。かなり、ね、すごい。すごいでしょ。巻き紙に甘さがあるんだから。フィルターじゃなくてね。フィルターじゃなくて巻き紙にある。ガラム、これ、は、巻き紙には甘さはない。多分フィルターにあるんだよ。
わかんね。変なこと言わないでおこう。変なこと言わないでおこう。多分間違ってる。まあでも、巻き髪に甘さがある。というのは、俺が、初めてですね。うん。シャグだと。ね、手巻きタバコ。って言うと、やっぱり、ちょっと初めて。あれなんで。しかもこんなね、すんごいただのなんかメモ帳みたいなこんな。何にも書いてない。メモ帳みたいにベリベリって剥いで、みたいな。すげえ。ある意味すげえ。的なね。なんかすごいなんか、なんていうか。すごい、あれですね。オーガニック的な。天然というか、なんか、ね。言いたいことわかるだろ。言いたいことわかるだろ？なんとなくこの、より天然というか、より、手巻きっていう。でもちょっと乾燥してるな、だいぶな、これな。ちょっとだいぶ乾燥してる。あ、そうそう。今日ですね。初めてパチンコに行きました。うん。ちなみに俺パチ屋で働いたことあるんですけど、パチンコ一回もやったことなかったです。うん。でですね、風来の試練をやろうと思ったんですけど、その、行ったパチンコ屋が一台しかなくて、風来の試練。それで、で、その先客がいたわけですね。で、まあ、ちょっと飽きそうになかったんで、仕方なく、別の、なんだ。何やったんだっけ？あ、エヴァか。1円パチンコのエヴァをやりました。で、感想は、1000円入れてやったんですけど。うん。別に面白くないなと。普通に。全然面白くないなと。パチンコは。うん。個人的に全然面白くないなと。思いました。はい。まあ、これで良かったと思います。全部、結局1000円無駄になったんですけど。まずやり方がわからないのと、結局面白くない。なんか演出があるんですけどね。エヴァのね。別に面白くないって。別に、はぁっていう。あ、そうですかっていう感じの、何にも面白くない。ですよ。っていうね。うん。あ、美味しい。うん。これもうちょっとやっぱ加湿した方がいいな、これな。絶対。絶対もっと加湿した方がいいわ。まあ、もう今後一切、パチンコやらんほいなと。第一に金の無駄ですね。面白くないし。当たらないし。まあ、スロットみたいなもんですよね、結局、パチンコもね。数字、結局3個揃わないと、あれなわけでしょ。全然面白くない。しかも、うるさいし。耳がね、
もう、ひどかったっす。はい。まあ、ね、あまり、ね、俺もちょっとやるかやらないかちょっと迷ったんですけどね。ちょっとハマったらどうしようと思ったんですけど。まあ、むしろハマらなくてよかったなと。むしろここで外れてよかったなと。大当たりしなくてよかったなと。うん。ということで、こちら、DJ、ミックスシャグ、クローブ。ね。こちらも、文句なしの一層師匠。ガラマーの俺としては。ガラムマニアの俺としては。うん。ちょっと加湿しないとちょっとあれですね。もうだいぶパラッパラになってますから。これを加湿した方がいい。のは分かった。うん。まあ。うん。ガラマーの人はぜひ、ぜひって言っても、もうすでに知ってる人が大多数だと思いますけどね。うん。で、ぜひ吸ってみてください。うん。それではご視聴ありがとうございました。